一晩水につけて塩抜きした茎わかめ 500g を切ります。はい、3、4センチの長さに切ってください。細切りします。この3月、4月が茎わかめの旬みたいですね、はい、そうですね。茎わかめすべて細切りいたしました。干し椎茸 20g を一晩水につけて戻しました。今回この軸の部分は使いません、はい、傘の部分を千切りにいたします、はい、そして重要なのは干し椎茸の戻し汁ですね、はい、こちら絶対に捨てないでください。後で使います。 180ml です。たっぷりの沸騰したお湯に入れますと緑になります。綺麗です。これも塩抜きの一環ということです、はい、沸騰してきました。そして水切りしておいてください。お酢 30ml と一緒に空入りします。お、いい音してきましたね、はい、はい、これぐらいでみりんですね。みりんと 50ml、 酒 50ml を加えまして、引き続き入ります。はい、はい、これぐらい、はい、砂糖 130g、 そして椎茸ですね、はい、椎茸の戻し汁です、はい、180ml を加えます。そしてしばらくこのまま煮ていきます。これも気持ちの問題かもしれないです。アクは取らなくてもまあ大丈夫かな。椎茸の戻し汁を加えてから5分ほど経過いたしました、はい、ここに醤油 50ml です、はい、加えます。軽く混ぜまして落とし蓋をします、はい、このまま中火で煮続けてください。アク取りしておいてください、まあ、これも面倒くさかったらしないでもいいです。落とし蓋してから18分経過です。ご覧のように水位がだんだんこう下がってきました、はい、まあ、あの煮汁がこうだんだんこう少なくなれば OK なんですよ。まだありますね。まだありますか、はい、蓋をして煮ます。はい、おい、落とし蓋してから23分30秒経過です、はい、さあだいぶ煮汁が減ってきました、はい、で煮汁にちょっとこうほらちょっととろみがこう出てきてますでしょ、はい、一回火を消しまして、はい、今火消しました、はい、粗熱が取れるまで、はい、このまま落とし蓋をしてこのまま置いときます、はい、火を消してから30分経過いたしました。さあどうなってるでしょうか。おお、あ、もう粗熱もまあ大体取れて、はい、汁もまあまあ吸ってますね。そうですね。調理人はよっちゃんと、そしてカメラマン私バンバ哲平でした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんさようなら。